りなさいませ。ご主人様、ポン橋メイドベア。はい、改めましてこんばんは。1週間のご無沙汰でした、ラビです。ラビはある時はメイドリフレアトレイミミのメイド、またある時はコスプレイヤーとして変身、そしてまたある時は日本橋をオタクとして日本橋中を走り回ってお届けするオタク情報を楽しみます。そうだなと思ったんです。今ちょっと読みながらそうだなと思ったんですよね。本当に日本橋、私隅から隅まで走ってるんだなと思って笑けてきた。あの日本橋って大体あの日本橋のね、その駅からではなくて、アトリウムがちょうどあるあたりのオタロードって呼んでるんですけどね、そこの十字路ぐらいから恵比寿町の端っこぐらいまでを大体指すんですけど、大体私あの日本橋の駅で降りて恵比寿町で帰るっていう生活を送ってるんで、本当だなと思ったんです。今すいませんでした、吹き出しました。はい、というわけで改めて自己紹介させていただきます。アトリウムのラビです。ですね、最近実はあの風邪をひいたってことをですね、先週も言ったんですけれども、そこであのラビがね、とってもあの重宝しているのがこの飴です。はちみつゆず茶、これですね、実はあのとっても美味しいんですよ。このとろりって書いてあるんですけど、こっちにそのちょっと中にね、いろいろ液体がちょっとだけ入ってるんですよ。このオレンジ色のものがそうなんですけれども、その中にあのピールって言って、あの皮果実の皮が入ってるんです。その柚子なんですけれども、その柚子がなんかちょっとあの最初皮って思ったんですけど、美味しいんですよ。これがなかなか癖になってコリコリしてるからやめられなくなってて、今ではもう喉痛くなくても舐めてます。それぐらい大好きなやつなんで、まあね、かれこれもう本当にずっと引いてるんですけど、これはずっと手放せませんね。だから今回もちょっとだけ咳すると思いますけど、許してください。はい、というわけで、高知県のゆず茶、はちみつゆず茶、ぜひ、買ってみてください。甘露から出てます。ちなみにこれですね、ブログでも言ってるんですけれど、ラビは AMPM とファミリーマートでしか見たことないんですよ。なぜか知らないけどセブンイレブンでは未だかつて見たことなくて、もし目撃情報見たよっていう人いたら、あのどんな日記書いてても構いませんから、コメントに見たよ、どこどこのセブンイレブンで売ってたよっていうふうに教えてください。なんか最初はファミリーマートしか売らないんだって、去年はファミリーマートでしか私は本当に見たことなくて、東京でもそうだったんですよ。だからもう本当にファミリーマートだけの商品なんだなって思ってました、実は。はい、なんでちょっとだけね、他のところで売ってるものがあったら知りたいです。というわけで今回も実は先週に引き続きゲストをお呼びしております。先週に引き続きのいさんです。どうぞ。はい、みんな拍手拍手。また来たよ。いらっしゃい。おかえりなさい。ただいま。ああ、またこれ。また人で、ね。お星様ですね。あ、お星様です。違います。木彫りの星です。ごめんなさい、人でです。人でです。人でです。お星様じゃないですよ。はい、人でです。できました。はい。大体真ん中ここら辺でいいですかね。はい。ゆずっち食べますか。これ美味しいですよ。ゆずよかったら。嫌い。すみません、ゆずが嫌いでした。さようでございますか。じゃあ仕方がない、全否定されました、はい、今までのラビの自己紹介。あの、ね、あの開始3分のね、もの、ね、全て全否定されるっていうね。すいませんでした。だから絶対 S だと思う、ね、先週の話に引き続くけど、ね、絶対 S だと思うね。いやでも、なんか好きな人になった人、好きな人にも意味だね。そういう時では M だね。よね、うん、まあいいや、それは置いといて。はい、というわけで、じゃあ何味だったらいいのさ。ぶどう。ぶどう、ぶどうの名前って私見たことないです。たまにあるんですよ、ぶどうの、なんだっけ、ホールズ。ホールズ、すごいスッとするじゃないですか、大人。あれ好きなんですよ。そう、あれを食べた後に水を飲むと、さらにホールです。マゾだ。ごめんなさい、マゾです。この人マゾです。違います。だって自分の体で超痛めてるじゃないですか。気持ちいいんですよ、そう。いや、マゾだ、絶対マゾだ。そりゃ起きた掃除にいろいろ言われて、それ喜びもするわ。いや、あれはいいです、一回やってください。ホールやだ。
いやだ、私ホールズも食べたあとハーハー言うもん。あ、ちょっとヒリヒリするか、ヒーからってなるのに、うん、慣れると美味しいんですけどね、あれね。私違う唐辛子の辛さとか好きなんですよね。 あれはちょっといただけないな。メントールはダメなの、ね、ただメントールは皮膚には好きですね。ああ、スースーしてね。そうそう、ラビーいつも使う日焼け止めクリームが、そのメンタム、メンソレール、へえ、日焼け止めにもそんなあるんですね。メンソレール入ってるやつじゃないと、なんか塗ったって気がしなくなってきて、わかる気がします。夏って暑いじゃないですか、うんうんうん、塗った途端に冷たくなるっていう。わかりますわかります、うん、そんな感じです。なるほど。でも喉はいただけないな。一番いいと思うんだけどな。なんか寒くなりそう。うん、それがいいんですよ。ラビ冷え性だから嫌だ。わあ、急に女の子ぶった。そんなこと、ちょっと待ってください、今の発言どういうこと。急に女の子ぶった。なんでないよ。ゆず茶好きだっていうの女の子にはカウントされてないってこと。それなんかおばあちゃんみたいな。どういう意味やん。ちょ、今なんかいろいろ亀裂を生んだよ。あ、ごめんなさい。先週私なんて言いました。あの好きなものは不思議遊戯ですよ。うん、どこが少女じゃないって。あ、少女コミックの括りですよ。少女コミック。まったく、もう嫌だわ。ほんとは非凡。まあ何でもいいや。もうそんな感じで、はい、実はですね、私事と言いますか、先月、ディズニーランドに行ってまいりました。あー、いいなー。ありがとうございます。行ったらいいの？行きたいな。一緒に行きたいですね。行きたいですね。なんか釣れますよ。わー、やった。だってね、ラビね、行ってきたんですけれども、うん、日程がね、もうね、0泊3日なんですよ。 M だ。そうだね、M はもういいよ。それ置いてこうよ。分かった。もういいよ。違うね、 M とかじゃなくて、そうじゃなくて、そう、それ我慢してでもいいからディズニーランド行きたいって。そこまで行きたかったっていう、ね、そう、違うの、どうしても仕事の関係で1日しか休みが取れなかったんです。うん、そりゃそうだよね。だって行った日程が10月の28日に行ってきたんですよ。うん、だからそんな月末のところに休みなんか取れるわけがねってね。ふざけんなですよね。でもまあその日にちょっと休みをポコッと取らせていただいて、27日の夜夜行で出発し、バスの中で寝ながら28日1日楽しんで、そのまま29日の朝にバスで帰ってきて、そのまま仕事行きました。行きましたよ。1日しか休み取れなかったもん。強行突破ですね。そうなんですよ、天元突破ブレレラガン。そう、寝れなかったんですよね、夜行バス。あ、でしょうね。ワクワクしすぎて、どこから回ろうかとか、まず何ファーストバス取ろうかとか、とりあえず待ち合わせ時刻にその友達が来てくれるかどうか一番ドキドキしてたんだけど。一人で東京まで行ったんですか？そうなんですよ、東京の友達と今回実は、あのディズニーランド行きましょうっていう約束してて。なるほど、なるほど。その子が実は、ね、誕生日だった。誕生日ってなんかこういうシールとか。そうなんですよ、ハッピーバースデー何々ちゃんっていうやつをもらえるんですよ。そうですね。で、その友達もね、なんかディズニーランド東京に住んでいながらあんまり行ったことないんですって。だからまあ、ぜひともそのなんていうのかな、楽しんでいただきたいなと思って、誕生日だったら誕生日のシールもらえるじゃん、みんなにおめでとうって言ってもらえるよっていうことで、ラビは連れてったんですよ。連れてったっていうか、付き合ってもらったっていうか、無理やり行ったっていうか。おお、友達思いだな。でしょー、いいでしょ。そうそう、そんでまあ実はね、9時に開園するんで、8時半に待ち合わせしてたんですけど、まあ、ちょっといろいろ人がねすごすぎてね、結局並んでたんですよ、ものすごい。そうですよね。そう、だから結局落ち合うのが9時になっちゃった。すごい人だったんだから、なんでこんなに混んでるんだろうと思ったら、ちょうどハロウィンの時期で、しかも全身仮装の解禁日だったんですよ。あー、そうなんだ、はい、へえ。実はね、これね書いてあるんですけれども、ハロウィンはどこに書いてあるかな、ハロウィンだからそれにちなんだ仮装みたいな感じをするのかな。まあそれキャラクターがそういう仮装もしてたりするし、プリンセスもちろん、はいはい、プリンセスというか、チップとデルとか、チップドナルドとか、ミッキーとかがやっぱりそういう方、仮装をちょっとしてたりとか、あとはまあ来てる人もね、チョコット仮装って言って、ディズニーのキャラクターの帽子とかをかぶったりとかするのは OK なんですけど、全身はダメなんですよ、大人は。